クローゼットステーション、グッドモーニング、目覚ましなったらグッドモーニング、晴れても雨でもいつだってどこだって電波の外れで待ち合わせ。おはようございます。ゴーゴーのサレンの YouTube 版です。2023年4月17日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は私のサレーナが平日ほぼ毎日 YouTube でお届けしよっかなと思っているおしゃべりと歌ウクレレの3分番組です。平日朝7時半更新、24時間くらいで当日のラジオ非公開となります。その日のラジオ、その日のうちにお聞きください。冒頭に聞いていただいたのは、この番組を発信しているという空想のラジオ曲、クローゼットステーションのテーマ曲作ってみたということで、もっと本当は曲は長いんですけど、なんかちょっとウキウキウォッチング的な感じで、お届けしてみました。ということで本日も頑張ってまいりましょう。写真です。フレッシュなフルーツケーキがショーウィンドウにたくさん並んでいるという写真です。色とりどりフレッシュなケーキを見てですね、目の保養にしたい、そう思って写真を撮った瞬間だったと思います。テレビコマーシャルソング、ウクレレの旅、資生堂編、ちょっと弾き語ってみたのコーナー、今週は60年代です。今週から、そんな感じでカバーをやっていこうかなと思います。時に物語性が深く、時に哲学的で、時に美しくなりたいという気持ちを背中を押してくれるような、そんなコマーシャルなんですが、まあ、その中でですね、歴代の CM の中で歌われている曲を勝手にカバーしちゃおうというコーナーです。今日お届けするのが、確認した中で一番初めに歌詞のある歌が使われている CM、 1963年口紅フルーツカラーという商品の CM です。歌はスリーグレイシェスさんです。商品説明が、ちょっとどこにも確認できなかったので、コマーシャルの中の、ナレーションによる説明なんですけども、これが今話題の口紅です。フレッシュな果物の色です。ハネリュー、マンゴー、アップル、ウォーターメロン、ラズベリー、5色揃って明るい色調です。この春の口紅フルーツカラーということで、CM ソング聞いてください。フルーツカラー、そう、マハネドゥー、マンゴー、マーマーマー、アップル、ウォーターメロン、ラズベリー、フルーツカラー。また明日お会いしましょう。ごきげん、さよなら。